リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。こちら本題に入る前に皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。またコメントもね、お待ちしてますので、もう何でもいいので全然コメント書いていただけると嬉しく思います。なんか成長してきて、こう大きくなったねだとか、可愛いねだとか、そんなのでも全然構わないので、よかったらコメントお願いいたします。はい、ということでね、本題に入ります。で、まずこの動画Facebook で先行公開となっております。その後YouTube の方にね、編集して BGM がついた状態で、アップされる形になりますので、ご了承いただけますと幸いです。はい、では本日の本題なんですけれども、タイトルにもある通り、サナがね、そろそろ脱皮しますっていうところのお話で、どういうところを見ているのかっていうところのお話とかできたらなと思って動画回しております。まあね、ヘビをもう飼育されているっていう方は、まあ大体わかるよっていう人もね、いるとは思うんですけれども、うちのチャンネルをね、見てくださってる方の中で、ヘビをね、飼育してるだけではない方っていうのも全然いらっしゃるので、こちらの動画、回している状態になります。で、どこを見るかというとですね、目がですね、白く濁ってきてますよね。はい。これがね、脱皮の兆候でございます。ヘビ、他レオパとかもそうなんですけども、目の上のところも脱皮する子がいます。まぶたの脱皮だけになって、目の中まで脱皮してない、中っていうか目の表面までは脱皮してないよっていう子もね、いるんですけれども、セーブシシバナヘビに関しては目の表面も脱皮します。どういう構造なのかっていうのがちょっとわかんないですね。目のその表面の皮自体も一個としてこうピローって全部剥がれる形なんですけれども、目は多分臓器としては別物にはなってるはずなので、ただこの子たちまぶたが存在しないので、そもそもが目の表面に違うもう一枚膜というのがあるのかななんて思ったりもしています。まぶたがないってことは目に何か入った時に大変じゃないですか。なので目の上にも一枚こうなんていうのかな、角膜の上にもう一枚膜があるみたいな感じなのかなと思ったりもしていて、でもその辺はね、ちょっと分かりかねてしまうんですけれども、まあ目の上もね、この子は脱皮しますし、まあ、ヘビちゃんはだいたいね、こういう形で目が濁ってきて脱皮の兆候が見えてきます。もう一つとしてはね、体の裏面、ここもね、実はいつも黒いんですよ、この辺でも。ちょっと白く濁った色してますよね。はい、こんな感じでね、白くなります。はい、ちょっとね、こういう動きをするのはサナちゃんだからできますけれども、他のヘビちゃんだとね、嫌がって噛んできたりとか飛びついてきたり威嚇してきたりするとは思うので、見る際は気をつけてください。まあヘビ飼ってる方は多分それは大丈夫かなと思いますけれども、はい、というところですね。もうね、ほんと脱皮直前ですね。今回は一本脱ぎできるのかどうかはちょっとこの子に任せます。一本脱ぎしたね、ヘビの皮を取っておきたいなとは思っていて、一応財布に私ね、この子の脱皮皮綺麗に取れたやつはね、入れてるんですけれども、気運良くなるかななんて思って入れてるんですけども、一本脱ぎじゃなかったんですよね、その時も。で、基本的にはなんかところどころベロベロベロと剥がれてっていう形になっていたので、ちょっと一本脱ぎしたのを見てみたいなって思っております。でね、今日はね、木曜日から撮ってるんですけれども、今日これご飯食べるかな。目が濁ってるとね、ちょっとご飯食べない時とかも全然あるんですよね。あと脱皮前だと食欲が落ちてしまっている場合もあるので、まあ一応餌の日だから解凍はして、口元に近づけてみますけども、でおそらくセーブシシバナヘビに関しては匂いでご飯を認識しているご様子なので、温度ではないと思うんですね。温度を感知してあったかい、冷凍したマウスをね、あったかくこうチンチンな状態にね、温めた状態でね、渡すことがね、他のヘビだと多いんですけれども、この子はそれをしなくても全然食べるようなタイプではあるので、
チンチンに温めなくても大丈夫ってことは、おそらく温度で感知してご飯を食べてるのではなくて、匂いで言ってるタイプだと思うので、匂いのタイプだと匂い感じたら食うんじゃねえかなとか思ったり、温度で感知するタイプだと、こう脱皮するときにその温度を感知する器官の上にも脱皮の皮がついていてっていうお話を聞いたことがあったりまして、ただ聞いたことがあっただけで、それが本当かどうかちょっとわかんないですね。学術的にも、あとはなんかそういう研究機関とかでもね、出てるわけではないので、情報として。まあまだね、飼育に関しての部分ってね、わかんない部分っていうのは多いので。ただこの子もよく考えたら、匂いを感知する鼻ね、の上も脱皮皮ついてるから、こいつもやっぱ感知しにくくなっちゃうのかな。どうなんだろう。あと脱皮直前だからっていうので、そもそも、まあ、ご飯を食べるっていうことはカロリーを結構消費するらしいんで、この子たち自体もね。でも体力を使わないようにもしかしたらしてるのかもしれないし、ちょっとその辺はね、わかんないですね。ただ、まあ、ご飯あげてみて食べたら食べたでって感じですね。今日やる夜のライブで、それはね、動画として見れる内容でしょう。多分 YouTube に動画上がってるの結構後になるんですよ。12月の中旬とかかな、多分なんですけども、12月1日にね、今撮影してるので、もしこいつご飯食ったんかなっていうのが気になる方は12月1日の生配信をね、見ていただくとよろしいかなと思います。もうあんたもう裏は結構白くなってきてるから、本当もうちょっとで剥がれてって感じだね、この感じだと。あと一本脱ぎするの楽しみに待ってましょう。ここまで真っ白の目の状態は久しぶりに確認したな。あんまりもう脱皮直前の顔っていうのね、確認できない時も多くて、目が真っ白です。ほんともう脱皮直前だね。ここまで来たら、ここまで白く濁ってるのは久しぶりに見たな。最初、うちに来たばかりの時に結構気をつけて見てはいましたけど、その時以来だね。その時以来はなんか、もう、脱皮するねっていう、脱皮するねとか、もう脱皮してたねみたいな状態で確認したりとかしてたので。で、しかもこの子脱皮する時にね、床に潜る癖がありまして、床に潜りながら脱皮してるらしくて。まあ多分床材にね、その体をこすりつけて脱いでるんだとは思うんですけれども、まあどういう感じでね、今回脱いでいけるかちょっと楽しみでございます。はい、っていう感じの動画でございました。はい、本日は以上となります。よろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらもお願いいたします。そしてね、コメントだったりもお待ちしてますので、ぜひともね、気軽にね、コメントしてください。コメント欄でね、お話できたらなぁなんて思っております。またたくさんね、過去にも動画出しておりますし、これからもたくさん動画出していきますので、よろしければそちらも見てみてください。ということで本日は以上です。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、リントとサナちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。